聞いたら損する。やっぱビジネスってゲームなんだなっていう感じ。まあそのベンチャーの思想ってどっちかというと、まあこの世の中にインパクトを与えるとそっちじゃないですか。そうですね。ちょっとビジネスではあるんですけど、はい、ビジネスの考え方とはまた別なのかもしれないです。勝ち方というか。別ですね。ね、なんか一発、まずは一発っていうところに行きません？そういうベンチャーって。ベンチャーに関してはね。僕たちとか普通の会社員ってどちらかというと継続志向というかね。あ、うまく会社をこう存続させていくみたいな、日本はね、そういう感じかもね、うんうんうん、その価値観だとやっぱそこら辺はあんまりないのかもしれないですね、うんうん、日本には、うん、だってアメリカか、まあ、限らずだと思うけど、はい、もう企業の社長って言ったらもう拡大でしょ。でもなんか最近ちょっと変わってきてて、うん、日本もだんだんアメリカっぽくなってきているんですよ。ベンチャーキャピタルいくつか出てきて、うん、ベンチャーキャピタルからはお金をもらってこうグロースしていこうみたいな、うんうん、でグロースするのはエグジットをちゃんと見ていて、うん、上場したらもう抜けるとか、うん、まあ、売却するとかっていう人たちも一応いて、あ、じゃあゴールをちゃんとそこに設定して、てっていうことなんですね。でも日本のベンチャーキャピタルの本当に、うん、なんか成功してる人たちは、うん、結局そのベンチャーとして上がってくるじゃないですか。でその投資しますと、うん、でそれで投資してうまくいったら、これを拡大するじゃないですか、うん、で拡大する中で他社を潰すために M&A していくんですよね、うんうんうん、買収していってまたどんどん大きくなるじゃないですか、うん、でそうすると最初の志でどうのこうのというより、まあ、お金を追っかけていくし、うん、でそのベンチャーキャピタルも何社かがみんなお金出し合って、うん、でそこにリターンが出てくるっていう感じなんですけど、なんかそういう、 こう食い潰すようなイナゴみたいな会社がいっぱい出てくると、うんうん、他のシーズが取れなくなるじゃないですか。これシーズって、これから行くぞっていうベンチャー企業を、うん、自分たちが投資したところが買っちゃう、うん、とかするとシーズっていうのは種っていうね、種ですね、うんうん、でその人たちに投資しようにも彼らが潰されてしまうから、うんうん、選べなくなると、うん、でそこにみんながベンチャーキャピタルがもうこぞって投資していくってなったら、うん、一社の利益が減っていくから、うん、ベンチャーキャピタルって10年後なくなるんじゃないかって言ってる人って、ああなるほどね、これ実は儲かんないんじゃないっていうことを言ってる人が面白かったなと思ったんですけど、うんうん、でその人がまたそのつぶやきの中で言ってるのが、そのなんだろう、拡大だけじゃなくて本当やりがいとか社会貢献とかそういうところの方が伸びていくんじゃないかっていう見方があって、うん、そういうのを見てる会社の方が伸びていくっていうことですか。そうそうそう、だから本当売上を伸ばしていこうっていうよりはこうユーザーが本当に儲けとかじゃなくて、うん、志でつながるみたいなのが出てくると、うん、違う意味で違う軸で広がっていくみたいな、うん、まあ、ベンチャーキャピタルとしては儲からないけどそういう会社が増えてきたよねっていう発言があって、あ、これでもなんかブランディングのところにつながるのかなと思うんですけど、あれですよね、ユーザー側もいろんな情報を受け取れるようになってるんで、うん、その企業の性格というか、あ、うん、何売ってるかだけじゃなくて、うん、この企業が何考えてるかみたいなところも読み取るようになってるじゃないですか。そういう意味ではいいことですよね、そういうことが評価されるっていうのは、ね、うん、選択肢としてね、なんかお金ばっかり追いかけるだけじゃ製品じゃないっていう。でもそこはあれですよね、そのお金を追いかけなかったらどうすんのっていう。まあね、綺麗事だけでは飯食えないし、うん、企業が動こうと思ったらお金がね、うん、必要だっていう話ですよね、うんうん、あ、けどそれで言ったら僕、うん、クラウドファンディングの形が一番綺麗かなと思うんですけど、うんうんうん、プロジェクトってこと、いわゆるベンチャーキャピタルよりはよりユーザーに投資してもらう仕組みの方がつながれる、ユーザー間のつながりもあるし、それだったら理解しやすいし、うん、応援したいっていう気持ちが継続しやすいですよね、うんうん、その応援したいっていう気持ちにね、何がその見返りとしてあるのか、うん、例えば、うん、この世界の片隅っていう、片隅へっていう映画があるんですけど、うんうん、あれお金が集まらなかったからクラウドファンディングで集めましたと、うんうん、エンドロールにクラウドファンディングで投資してくれた人みたいなのが出てくるんですよ、うんうん、ああそこに載せたかったな、俺も知ってりゃお金払いたかったなと思ったりするわけですよ、うんうんうん、でそれが一応見返りの一つ、何かしらそういうの欲しいじゃないですか、うん、欲しい欲しい、うんうんうん、そこをうまく設定するかできないか、ね、できないか、ね、そうでしょうね、うまくいくかどうかがすごい関係してきますよね、うん、確かにね、ユーザーは関係ないですもんね、そこはなん、そのベンチャーキャピタルがお金儲けようが儲けないようがおこうが買う側は全然関係ない話じゃないですか、うん、その利益を求めるっていうのは、うんうん、なんかそこはやっぱ乖離しちゃうんですよね、うんうん、今シュードックっていう
ナイキの創業の話を読んでるんですけど、2018年の本屋大賞なんだみたいな、でその中でそれまではアディダスとプーマがもう世界の中では靴メーカーはもう一強だ二強か、で兄弟じゃないですか、アディダスとプーマは。でも陸上の世界ではアディダスかプーマだったらしいんですよ。でそこにこうナイキが出てきて、でこうソールの部分とかをこだわって、でこういうのがいいんだと、その世界的なコーチみたいな人がその靴の監修に入っていってみたいな話が出てくるんですね。で本当にいい靴だからってこうどんどん売れていくっていう話なんですけど、途中でやっぱり拡大するために銀行とか投資家が出てくるんですよ。そうなると主人公はもうキャッシュフローをどうするかっていう話に変わって、靴がどうこうではなくなる。一応まあ靴のことは愛してるのは間違いないけど、もう経営側に入っていく。でどんどんこう広がっていくけど、あれこの人靴どうしたみたいな。なんかそれ本当に切ない話ですね。もともとはそのあれですか、その今ある2大メーカー、もともとあった2大メーカーに対して、いや自分はこうじゃないみたいな靴の理想があって、スタートしてるんですか。この人は意外なんですけど、まあ、靴を求めてたら、鬼塚タイガーに出会うんですよ。ああ、なんかそれ最近 NHK で見たぞ。鬼塚タイガーの靴がすごい洗練されてて、素晴らしいってなって、でそれをアメリカで販売するという権利を取得するんですよ。でこの靴めっちゃいいからっつってこう売って歩くんですよ。で売っていく中で、まあ、元々陸上やってたんですけど、そのコーチが世界的に有名なオリンピック選手を育てるような人 で、うん、でこの人もこの鬼塚タイガーの靴めっちゃいいねってなって売っていくんですけど、鬼塚タイガーが、なんだろう、販売をもっと拡大したいからあなた方じゃないかもみたいなちょっと匂いを出してくるんですね。他のことを提携したいなみたいな、でこれやばいぞと、っていうことで自分たちのアイディアを鬼塚タイガーに売ってたというか、提供してこんな靴がいいっすよって提供してたのをやめて、自分たちで開発するんですよ。なるほど。でそれがナイキになるんですよ。そうなんですね。じゃあもともとは鬼塚タイガーの方でと、要は製造はそっちに任せて、そうです、そうです、販売のやつ、販売代理店のやつ、ブルーリボンっていう、だけどアイデアは提供してたんですね。もっとこういう靴がいいぞとか、こういうのが、なんなら素材とかも開発とかしてるんですよ。こういう素材がいいぞと、その広告代理店の方が、そうです、代理店の方がこういう靴がいいっていうのを開発して、でこういう靴を作ってくれと、で日本の技術は素晴らしいってなってそれで出すんですけど、危ないぞってなった時に自分たちも探しに行くんですよ。でやっぱ探しに行くのは日本の工場で、日本の工場行って日本の技術でできるからこっそり作ろうってなるけど、円高になっちゃって367円とかだったじゃないですか。円安か円高に変わって、もう日本ではできないぞっつって他の国探すんですけど、同じ技術で提供できないんですよ。それで自分たちで工場を作って、もう自分たちでやろうっていう話になっていくんですけど、でまたお金が必要だみたいな。面白いですよ。面白いですね。面白いですね。鬼塚タイガーなんですね。そう、鬼塚タイガー。っていうか、日本の靴の技術ってそんなにすごかったんですね。多分、日本人の職人気質が良かったんじゃないですか。だってスニーカーでしょ、言ったら。スニーカーです。日本の方が後発のような気がしますけどね。履き始めの文化ですよ、ね。そうですね。旅、ね、旅、うん、ね。ああ、だから今の中国みたいなもんなんですかね。まあ言ったら人件費が安いからっていうので、工場がバーッと集まってみたいなのがあるじゃないですか。そしたら今ってなんかいろんなもので物が売られてるけど、はい、中国がベースになってるみたいな、ね、ね、世界の工場だったんですかね。昔の日本はそういう感じだったんですかね。だったかもしれないですね。なるほどね。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。心からの手当で、心からの医療を。アイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指します。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
にせよ何にせよ多分需要がね、新しい商品とか例えばウォークマンはみんな欲しいとか、うん、洗濯機みんな欲しいとか、うん、なんかそういう需要が買うことに対するやつ、ね、なんか今新しいものってもうあんま出てない、うん、そうですね、うん、むしろ Amazon プライムとか、うん、Netflix みたいな新しいモデルとかは出てるけど、新しいプロダクトってどうなんだろう、あんま出てないんじゃないですかね、うん、まあそれこそ携帯とかそうかもしれませんけどね、携帯は確かにそうですね、携帯は中身日本の技術入ってるって言いますもんね、うん、ある意味この生活用品というか身の回り必需品というか服とかっていうのもある意味できてる的なところなんですよね、うんうん、そうすると昔みたいな売り方はできないので、うん、こうコード書いて新しいそのサービスというかライフスタイル変えるみたいなやつが多いんじゃないですか、うんうんうん、今多いですね、あなんか そこにお金をかけてる感じがすごいする、うん、あなるほどね、この前あの僕中国に行ったじゃないですか、はいはいはい、そこで見た会社が、はい、まあ、本当さっき言ったみたいに人件費が安いからっていうので中国に工場がいっぱいできてた中で、はいはい、そこからまあ言ったら自分たちのサービスを生み出してるってことなんですけど、もともと靴を作ってたんですよ、はい、で、そこがやり始めてるのは、はい、要は、作ることはできるから、うん、それをみんなに作ってもらえる状況にするっていうのを目指してシステムを開発してるんですよ、うんうんうん、言ってしまえばネット上で、はい、もう全面、フルカラーで、はい、しかも全面自由にデザインができるんですよね、でそれをネットで注文して、ほうほうほう、一足から一足からっていうんで、そこの工場を見たんですけど、はい、LINE あるじゃないですか、はい、普通 LINE って同じものがバーッと流れてくるじゃないですか、はいはいはい、もう全部デザインが違うんですよ、へえ、一足一足すごいっすね、まあ、靴としては同じですよ、あ靴としては、はい、色とか型はあるんですけど、デザインが違うんですよね、でも世界中から一足ごとの注文が来てて、はい、っていうのをやってるんですよね、だからもうそのシステムをあとはもうどんだけ広げるかっていうのと、その中でどれだけ簡単にみんなにデザインしてもらうか、あ、うん、そうなりますよね、うん、でやっぱそこを目指してるのはもうみんながデザイナーになるっていうのと、もう、資金がなくてもすぐ商売始められる、はい、個人物販、はい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 、今すごい流行ってるじゃないですか、うんうんうん、自分のデザインセンスがいけてればいくらでも生産して売れるってわけですよね、っていうのでそういうのを出してるところがあって、これはもう本当今までの自分たちのこのノウハウをしっかり活かしつつ、うん、世界展開できてるすごいいい例だなと思って、これすごいっすね、うんうん、それだけ物も飽和してるってことっすよね、だから来てんだよね、うん、多分ね、同じものにね、そうそうそうっていうカテゴリーも一つとっても、うんうん、まだ多分そのオリジナルで何か作りたいっていう需要って本当数パーセントだと思うんですけど、でも世界的に見たら多分数パーセントでもそうですね、すごい量なんでしょうね、でしかも中国の安い人件費で作ったものが言ったら欧米の値段で売られていくんで、めちゃくちゃ儲かるんですよ、面白いっすね、 T シャツもそうしたらいいじゃないですか、いや本当ね、Tシャツもすごい、まあ、ここは進んでるところではありますよね、 T シャツで言ったら、うん、わりかしやりやすい、うん、でもこれ本当踏み入って話になると、はい、もうやっぱりさっき の価格に跳ね返る、はい、原価に跳ね返るって人件費だったりするんで、日本の中の工場とはやっぱ全然運営がありますよね、まだ中国安いですかね、中国そうですね、今の段階でも言ったら世界の法人向けの注文が来てた頃だと、辛くすると上がってはいるんですけど、はい、それでもやっぱり世界的な市場からしたら安くて、それを直販できたらそれはもう利益はやっぱりそうですね、うん、大きくなるっていうね、うん、面白いなと思って、だからもうなんか僕あんまり行ってないんであれなんですけど、中国の工場って結構狭いところにグワーってあるようなところが多いんですけど、はい、そこはねやっぱアメリカナイズされてて、多分影響受けてるんですよ、そういう人たちにね、だからね、ものすごい高い天井の工場があって、はいはい、もうスペースとかもすごいあって、いいっすね、みんな朝来るときはスタバのコーヒーを飲んでるのもすごいスタバはあったからね、中国にも、うん、そうなるのかな、面白いなと思いましたよ、でもデザイン個人がやる時代ってどうなんですかね、難しいここね、やっぱハードル高いと思います、うん、デザインは特にファッションとかでしょ、うん、僕分かんないですもん、
あ、ファッションデザイン。あ、わかんないですね。気持ちはすごいわかります。ファッションデザインってもう作られたものじゃないですか。ブランドにお金払ってるところあるからね、うん、この人が着てるからいいっていう理由でしかない気がするんですけどね、うん、これだからおしゃれさんに言わせると、そのなんだろう、ボロボロな 無メーカーなものでも、あのなんだろう、スタイルで着こなせみたいな。スタイルってなんだよね。スタイルって何。体のスタイルとはまた別で、なんかこう、いわゆる系統ですか。いや、ファッションの、本当にファッションを愛してる人たちは、うん、そのスタイルというのは生き様で、うんうん、自分のその生き様を洋服で表現する。あ、そこまではいかないっすね。ね、生き様がないから、なんだろう、生き様をどうやって表現すればいいんだ。ちょっと待って、生き様を服で表現しなきゃいけないの。そこのステージまで行かなくていいんじゃないですか。そこがおしゃれさん。そこが、それがおしゃれさんですね。おしゃれさん、おしゃれさんね。おしゃれさんか。おしゃれさんじゃん。いや、僕はそんな、僕最終的に無地に行き着きますよね。無地は最高。無地は最強のメッセージだと思います。ああ、何、どういうこと。デザインにそんなに興味ないっていう。ああ、そう、メッセージ。メッセージ。メッセージなの。無地を着てるメッセージとしては。ああ、なるほどね。これ無地時代じゃない今。うん、無地時代ですよね。あと数年したら無地時代がダサいという時代になるじゃん。いや、なりますね。でもやっぱあれなんでしょ、こうぐるぐるしてるところってあるんじゃないの、そういう。今はまさに今90年代ぐらいのファッションが来てますね。90年代のファッションが分かんないけど、どういうの。いわゆるフィラとか。あ、フィラ。今流行ってるのフィラとか、ちょっと前ですかね。フィラももうちょっと遅れてるのかな。いわゆる昔のスポーツブランドが再燃してるところで。シャワーとか。そうです、そうです。ほんと昔のリーとか、リーもちょっと一時期流行ったじゃないですか。全然知らない。あそことかが一体再燃して、今だってもうお父さんの服着るのが流行ってるみたいな流れになってて、全然理解できん。あ、そういうのがあるんだね。俺この間服を大量に捨てたんですよ、はいはいはい、でもう本当に日頃着るものだけをして、うんうんうん、で今夏だから冬服ももうほぼ捨てたんですよ、うん、3着ぐらい残してほぼ捨てたんですよ、うん、なんかもう洋服が安いから、うん、その都度その都度店に売ってる、いけてると、売ってるぐらいとかいけてるんでしょ多分。あれでしょ、あのマネキンが着てるやつ、上から下までね。それを買えばその時代にはセーフかなと思って。そうですね。それ大きくなってね、うん、子供が大きくなってお父さんのやつを鍛えてた時にちょっとお父さんのこだわりがないっていうか、捨ててるからないとか、ね、親父ダセーなって言われるかもしれない。昔の多分僕らの親父だったりその下ぐらいは多分服とか本当置いてますよね。いいもん買ってるし、いいもん買ってるんですよね、うん、なんだろう、なんだろう、だからあれなんですよ、洋服が安くなかったんですよ多分。ジーンズ1本1万円ぐらいしてたじゃないですか。ファストファッションじゃないんだ。ないから、うん、あ、そっかそっか、だから大切に着てたと思うな。ああ、なるほど、確かにそうかもしれない。で、親父たちの頃に比べたら今多分持ってる服の数は多いと思いますよ。だからあんま大切にしないのかも。あ、生地はね、多分良くなってる。いや、全然良くなってると思いますけどね、うん、丈夫だしね、なんやかんやで、うんうん、そんなになんか困ることはないんですよね。いや、もうファストファッションで。いや、本当に僕 GU 最強だと思ってますもん、ね、あー、もう GU の入り口のラインナップ見ればなんとなくもう分かる。あ、今年の色これ着てるなみたいなのは、ほぼ白と黒じゃない。いや、意外と意外と違う。今年は結構またパステルカラー系かな。へー、だからそれとはさっきの話でも全く真逆ですよね。あのオリジナルになっていくっていうのと、どんどん無地というか、要はファストファッションで大企業が作った、うん、要はテンプレみたいなものを着てますよみたいな、うんうん、もう真逆ですよね、うん、あの友達にそのなんだろう、ファストファッションの店で売ってるような靴を履いてたんですけど、うん、あのおしゃれな友達にもう本当にこれはやめてくれと、もうこんな靴を買うならクソだと。で、まあ、飲んでたんですけど、うん、じゃあ何がいいんだよ、うん、そのアディダスのスーパースター買えと。いい、アディダスのスーパースター、あれオールスターとは違う。オールスターはコンバース。コンバース、コンバース。スーパースター買えって言われて、うんうん、その場で買ったんですよ。それいくらぐらいなの。7000円ぐらいです。あ、まあまあそんなもん。スーパースター、まあ、スタンスミスとかそこら辺ですよね。そうそうそう。で、まあ7000円でも多分やセールしてたら安いんですけど、安いです。それで届いたんで、まあ、従来の靴は雨降った時とかに履こうと、うん、でここぞと時はスーパースター履こうと。でスーパースターは履くじゃないですか。
高揚してる自分が分かるんですよ。これ履いてる、これ履いてるぞと。おしゃれの効果、おしゃれな、そう、うん、で上下は別にね GU だけど靴見てくれよ靴をっていう、ね、気持ちになるんですよ。それは全然あれですね、あの下脱できてない魂が、うん、俺ファッションに対してはいいんじゃないかな。いやいいです。僕も最近義理の弟が、うんうん、あ言ってたね、そう、うん、彼女ができそうだっていう話になって、おうおう、服めちゃダサいんですよ、うん、チャリ乗らないのに、うん、あのチャリのメーカーの T シャツ履いてるようなチャリのデザインとかです、うん、これ好きじゃないでしょっていう、うん、お母さんが買ったみたいなのを着てるの、わかるわかる、すげえわかる。ちょっとついてこいって言って、うんうん、で一番最初に行ったのは靴、うんうん、まず靴から買いましょうっていうところで、うんうん、まあ、靴は買うならナイキ、うん、コンバース、うん、バンズ、この3つから選べっていう、うん、でナイキも、スニーカーなんだけど、あのバッシュみたいなやつ買うなっていう、はいはいはい、まず薄いのコンバースぐらいの、はいはいはい、ちょっとぺったんとしたものからまず選びなさい、うんうん、で理由は全部合うから、合うから、ああなるほどね、理屈があるんだ。そう、ファッションにこだわりない人ほど変なブーツとか着て始めるんですよ。あの違うのよ、それはなぜかというとね、トータルで考えられないからなのよ、ここしか見えないの、うん、そう、ファッションに興味ない人はもうよくわかるんだけど、合わせるとか無理っすよね。だからね、革のごついブツとか買っちゃったりするの。どうしてこれには上ないんだ。そうそうなると、うん、服がしんどいんで、次服選んでいく過程がしんどくなるんで、まず下はしっかりしておいて、あとは、まあ、Gパンでも合うような、無地でも合うようなコーデにしたらいいよっていう話にして、うん、あとはバッグもすげえダセーからバッグ買ってあげるって言って、バッグも買って、でお前ちょっと着替えてこいっつってトイレ着替えて出てきたら、嫁と一緒にすげえなっていう。え、何どうなってたの？めちゃくちゃイケてるんですよ。もともとはだからいいんだよね、スタイルもそんな悪くないし、スタイルもあんまり良くない。あ、スタイルも良くないんですけど、なんかもうお昼時にやってる改造みたいな、パパ改造計画みたいな、そういう感じやね。でそれがもうめちゃくちゃ良くて、これでもう行ってきなさいっていう。でもなんかこうおしゃれさんがこれでいいよって言ってくれたら多分自信が湧くんですよ。それでいいっすよね。それでいい。いやでも本当なんか納得いかないのは、清潔であって規制でも服を着てたらもういいじゃんって思うんだけど。これはなしかな。でもそれ以上のものをやっぱみんな求めるんだなっていうのはね。いやてか、あの基本的に求めるっていうのは他人の目の話だから、みんなうん、ね、これだ、自分が持ってる洋服を全部しゃべって、うん、そのスタイリストに送るとこれとこれを合わせてくださいとか、うん、あとこれがもう一個あったら大丈夫ですみたいなアドバイスサービスとか売れそうですよね、うん、いやでもなんかありますよね、そういうの。ありそうですよね。僕一時期それをすごい探したことありますよ。悩んでんじゃん。悩んでるからこうなったのよ。もう絶望的ですよ、持ってるアイテム大体、その迷ってる人って。まあね、うん、だから服を買いに行くっていうのは苦痛の時間でしかなかったからね。あ、本当にようやっとでもダサいは分かった。うん、何それ、どういうこと？柄に柄合わせたらダメだとか。そうだね。あとジーンズに上あのジーンズのやつダメだとか。今はモノトーン流行ってるんですよ、全体を同一系色の色でまとめるのは。おしゃれさんはできない。おしゃれさんはできない、うん、俺黒いねって言われたことただ全身黒だったから。ワンポイント言える技術ですよね。そういうのなんか外すとか。そうですね、まあ、赤とか差し色入れるとか、 とか そんなのもうハードル高いわ。バンダーとか知ってたやつだ。シリコンバレーの若者はどんなの着てるんですか？ダサいです。チェックインそれ革の靴でね。そこはすごい信頼できるから。でも、うん、なんかふと着てる T シャツのメッセージがイケてるみたいな、あそういうのとかが間に入ってくるんですよ。そうそうそう、大事ですね。いい T シャツ着てんなみたいな。あ、なるほどね。それはドラマやから。ドラマの世界ですでしょ。面白いな。昔あの大学の時にちょっとだけやってた軽音で、うん、あの合宿があったんですけど、その時1年生は必ずあの恥ずかしい T シャツを着てくることっていう命令があるんですよ。であの
まあ、僕は、まあ、当時好きだったバンドのスマッシングパンプキンズっていうバンドのこの全面プリントされている、うん、メンバーのプリントがされている、前だけじゃなくて全面されている、うん、もう脱製の三重みたいなところで買って、うん、高かったんですよ、5000円ぐらいしたんですけど結構すんなで買ってきていったんですよ、出落ちなのに。そしたらそれはめちゃめちゃいいってなったんですよみんなダサかったってこと？みんなね、そのタイタニックの T シャツ着てるやつが優勝したんですけど、なるほど、映画の表紙のやつがペンティのやつのやつが優勝したんですけどあのバンド T は基本的にはイケてるらしいです。ああ、そうですね、まあ、こだわってる感あるからね、出ちゃうんですよね、うんうん、バンドのチョイスがね、バンドのチョイスがね、うん、求められる、うん、